ございます。おはようございます。とんでございます。ひろです。来ました、家浦リベンジマッチ編。ここはね、警戒っていう人なんですけど、今日はグレ釣りたいですね。グレ釣りたいね。尻尾の長いやつ、まあお腹が出るかどうかわかんないですけどね。この警戒っていうのはいろんなモンスターが潜んでるんでね。それでは一日頑張りましょう。お願いします。お願いします。さあ、というわけでね、警戒見ていきましょうか。警戒でいうと一番端っこ、もうあそこに味噌島が見えてるんですけど、味噌島があって、ここの水道があって、ここがね三重島っていうことで、ここが一番警戒の端っこです。このワンドから出るサラシを狙って、あの切れ目を狙う、そういうことができますね。あ、もうサバ跳ね飛んだ。よいしょ。大きなねタイドプールがあります。ここまで要は浸かるっていうことですね。波には弱い磯なんでね、警戒は。で、唯一荷物を置くスペースっていうのがねこの辺にあって、ここがね船着きです。警戒の船着きです。で、釣り座としてはぐるり全部できるんですけど、よいしょ、ここにねちっちゃなワンドがあります。で、このワンドから出るサラシと、この斜面になってるんですよね、下が。ここの駆け上がりでも大きなグレが出ます。ということで警戒頑張っていきたいと思います。警戒タックル紹介していきましょう。ロッドがガマイソアテンダー2 1.5 号の53ですね。リールがシマロの BBX テクニウム C3000DXG のスットブレーキのタイプですね。で、ラインがバリバスバーマックスイソ VLS フロートのタイプの 2.5 号。そして浮きの方が釣り券ゼクト MB、鉄板のメニューですね。最近よく聞かれるんですよ、なんでゼクトの B 使うんですかっていうふうに。理由はですね、釣れるからです。絞り玉が入って潮受けの M、ウェイトスイベルのマイナス G8 で連結してます。ラインの方がバリバスハードトップ TI ニックスの2号、針の方が比類なき強さガマガスセレクトグレの6号、こちらをね結びました。スタートは3キロ半ぐらいからね始めましょうかね。まずはね、船着き横のここのワンドからね竿を出してみたいと思います。なんでここから始めるかっていうと、こういうさらしが出るところとか、このワンドの奥まったところっていうのはサバが入ってきにくいんですよね。そして居ついてる魚がいるんで、まずはねその魚をチェックしてみようかなっていう、そういう感じです。今潮がずっと当て潮やったんですけど、ちょっとね左へ沖へ流れ始めてますね。その証拠にこのサラシから出た白泡がねちょっと広がってきてますね。さあやりましょう。さあ行きましょうか。ダイトよろしくお願いします。まずは近いところから攻めていきましょうか。このサラシの根元にね巻き絵を打って、このワンドの中を攻めていきましょう。こうサラシガシャガシャで見えないんですけどね、ここの深さとしては4キロぐらいはね入りますんでね。こっちへ行くほどやっぱり浅いんですけど、こっから駆け下がりになってるんですよね。ちなみにこのワンドで過去49センチまでのグレを釣ってます。さあ今日はどうなるんですかね。本当は高台へリベンジマッチしたかったんですけどね、他のお客さんが3名様乗られてるんで。何かしらでかいモンスターが潜んでいそうな、今日は警戒に乗らさせてもらってます。波に弱い警戒なんでね、南が吹いたりちょっと波が上がると一発でここアウトなんですよ。でも今日は運よく乗れたんでね、
で風もすごい恵まれて北西なんですよね。ということでね、なんとか一日できると思うんですけどね、この間みたいにね撤収食らったら嫌でな、マジで。お、なんか釣れとった。ごめん気づかずに、気づかずにごめん。なんか食っとったわ。よいしょ、伊豆墨だ。ファーストヒット伊豆墨。あー、ちょっとこれモザイクいるな。バイバイ。さあ、どうやって釣ったもんかな。むずいな警戒。まあ難しい季節ではありますけどね、今はね。さらしの力が強いんかして前バーンって出てます。でここのね、白泡が溜まっとるところらへんでね、止まりますね。これ釣れるパターンやと思うけどな。なんやろ、棚が覆ってないのか、魚がおらんのか、なんなんやろな。でも魚おらんってことないよな、攻めきれてないだけや。設定の浮き下は4キロ、沖の甘めのところで今、お、遠投4キロ。あ、でもそんなに、おお元気やな。クレか、おお、クレっぽい、クレっぽいけど、40まではいかんか。抜けるかな、タックル強いな。タックル強いんでね、抜いてありましたけど、本日のグレと呼べるサイズが来ました。よかった。結構風も強なってきてね、サバも出てきてね、見失っとったんですよ。まあそれでもね、なんとか釣れました。本当はね、お腹が欲しいんですよ。とりあえずね、口太ゲットです。風が右から左へ、結構ね強い風が、本来ここ風裏になるはずなんですけどね、回ってきてるんでしょうね。風が回ってきて、結構この水道をねビューンっていう感じでね突き抜けていきます。この泡目がね、唯一なんか目印っぽくこう伸びてくれてるんでね、そこのラインを今狙ってるところですね。お、いったぞ。なんだ、誰や、誰やこれ、誰やこれ。お、グレか、グレーです。タックル強いね、抜きます。よいしょ、おい。ちょっとカメラの影が入ってすいません。33ですね、33。とりあえずキープしときますか。今のところまだグレーのパターンは掴み切れてません。むずいな。お、
めちゃめちゃひったくられたけど、めちゃめちゃひったくられたけど、全然軽く上がってくる。誰や？あ、グレーです。よいしょ、コッパやな。まあコッパっつってもね、お腹グレーですけど、26匹ってとこですかね。大会やったらね、間違いなくキープするサイズなんですけどね。少なくともね、高台まで流していけばお腹食うはずなんでね。道移動が足りませんけど、おらおらって言った割にはちっちゃいな。ちっちゃいわ。コッパです。コッパオナガ。コッパでもオナガはオナガですからね、これ。かわいい。まあサバがちょっと落ち着いただけでもラッキーやけどな。おし。あーにゃいらっしゃい。えい、お腹グレです。バイバイ。お腹どこよ。お腹、この当ててくる潮が、いった。あれれ、誰や？ああ、お長です。みんな一緒のサイズやな、お前。兄弟か？お腹の兄弟か？バイバイ。よし、ラスト1時間。もうどうなるかわからんけど、ちょっと深釣りします。設定の浮き下が5キロから沈めていきます。浮き止めの位置が5キロ、浮きがゼクト B、ハリスもね、ちょっとワンランク細くしました。ハードトップ TI ニックスの2号、ハリはセレクトグレーの6号です。さあこれでラスト1時間、ディープな世界でちょっとノックしに行きましょう。これぐらいが釣れるやろっていうね、ゴールデンな棚をずっと攻め取ったんですけどね、もうそれがパッといかないんでね、ちょっと馴染むまでにね時間かかるんで。ワンオクロックのレネゲイズでも歌いますか。歌いませんけど。英語の歌はむずいわ。と練習してるんですけどね、一生懸命覚えてるんですけどね、全然口が回んないんですよ。むずすぎでしょ、あの歌。そういや、ルローニケンシンまだ見に行ってないな。早く見に行かんと。とりあえず浮きはダミーっぽいんですけど、沖のこの白輪のところに到達してます。5キロ半ぐらい入っとるかな。いや、もっと入っとるか。竿2本ぐらい入っとるかな。お、お、お、いった。いったぞ。よっしゃ。ちょっと、めちゃめちゃ深いとこで食ったやんか、あんた。誰だ？誰だ？
スーパーディープで食ったのは誰や。グレか。あー、グレです。抜くか救うか迷うサイズやな。抜いてしまえ。よいしょ。あ、抜けきらん。ゼロ合わせで1、2、3、4、5、36？ 36っすね。36。本日マックスでも口太。遥か大きい塩目竿2本そしてこのサイズです。とりあえずお腹狙いなんですけどね。口太。もう残り時間ないからこれがラストかな。とりあえずやりました。本日マックスサイズのグレーですけどね。お腹以外はいらないんで逃がしてあげましょう。よいしょ。バイバイ。お疲れさまでした。お疲れさまでした。梅雨暮れ40オーバー狙い復発しました。うわー、お波も上がってきたんでね。ちょうど、まあ、2時に上がるようにしといてよかったっすね。ね、これ以上いたら帰れなくなる。沈没するわ。ということで、マックス36まででした。それではご視聴ありがとうございました。リベンジ失敗、よろしかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。どうぞ。いいっすよ、またしますんで。よいしょ。うわー疲れた。ねえ、警戒ありがとう。よう攻略しやんだわ。